はい、こんにちは、木下敦夫です。横浜合宿が開催されていたために1週間遅れのアップとなりました。11月8日からは尾道で合宿が開催されます。合宿に参加される方は尾道で会いましょう。11月になりました。今年も残すところあと2ヶ月ということで、皆さんはどんな1年を過ごされたでしょうか。今年の元旦にビデオメッセージでコミットしたことは、横浜と尾道に写真学校を作ろうということ、それからメリケンギャラリー&カフェのギャラリーとは別にもう一つギャラリーをオープンさせたい、この2つのことを皆さんにお約束をしました。両方とも年内には準備が完了し、来年から取り掛かれるんじゃないかなというふうに思っています。ぜひ楽しみにしていてください。今月のハトバチャレンジです。今月のハトバチャレンジは見つける、見つめる、知るです。見つけるは発見すること、見つめるは発見したものを時間をかけて見ること、知るは発見したものを調べてみるということです。いい写真を撮りたい、いい写真を撮ってみたいということはあるでしょう。どうすればよいか、いつもは見つけないものを見つけることがスタートになります。人が一つのことに興味を持つのはわずかな時間です。長く見つめることによって見る人の感性のフィルターをじっくり通すことになり、感じることができるのです。そして見つけたものをよく調べてみましょう。そのものを深く理解することでどう撮りたいかが明確になります。写真は見たものが撮れます。見ていないものは写りません。見たものを深く見ることによって写真は変わるのです。いい写真とは自分が見た結果なのです。撮影のポイントの一つ目です。カメラを持っていつもは通らない道を通ってみましょう。いろいろな発見があるはずです。ポイントの2つ目です。いつもよりゆっくり歩いてみましょう。普段気づかなかったことに気づくはずです。ポイントの3つ目です。興味を持ったものを1分程度観察してみましょう。形や色の美しさが一層鮮明になります。ポイントの4つ目です。発見したものの名前やルーツなどを図鑑やウェブを使って調べてみましょう。そのものを知ることでどう撮ったらいいのかということが鮮明になります。ポイントの5つ目です。撮影で使用するレンズは 35mm 版換算で 24mm とか 28mm の、広角系のレンズを使ってみましょう。広角レンズは近づいていかないと撮影できません。遠くから望遠レンズで狙うのではなく、被写体にどんどん近づいて撮影してみましょう。そうすることによって発見力は上がっていきます。それでは11月12月とまた教室でお会いしましょう。では。